こんにちは、長田裕斗です。吉川さん、お疲れ様でした。実際に、2020年のワールドカップを吉川さんのストイックさ、そして、優しさを持っているという選手です。そうですね、もらえない吉川選手を見て育ててください。今回も楽しみに活躍を見てます。頑張っていきます。やばいんだよね。この場で出てくれてくる。PK で出てる試合になりました。